はい、どうも皆さん、こんにちは、ヒロチューブです。ということで、今回の動画は、ゼロビルに来た大型アップデートをね、まとめ内容について、解説していきたいと思います。まあ、ということで、今回のアップデートはですね、結構環境がガラッと変わったんじゃないかなと思います。まあ、ブギーボムが消えたり、まあ、いろんなアイテム武器とかね、追加されてるので、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、ちょっとそちらについてもね、実践プレイしていきながら、解説していきたいと思います。ということで、いる敵。触れてるんですか？一旦隠しよう。いるんかな？あ、上にいるっぽいな、これ。上にいるぞ、これ。下降りて、上がるか。あ、降りてったんかい。おりゃー。オッケー。素晴らしいエイムですね。さあ、一旦ちょっとここ漁れますか。めっちゃ銃声するね、向こう側で。何の銃声だ、あれは。あ、いるわ。上がってた、上がってた。上がってったね。この建物中も漁ってないよね。ワンチャン。どうだろう。あ、ほぼ、すっからかんだ。よし、戦いに行こう。あ、敵いる、敵いる、敵いる。え？ジジ？一人倒した。あとは、まだ足音するね。大工も拾っといて。どこだ、足音。下か、これ。下っぽいな。おりゃ。オッケー。ふぅ、じじ。よし。ダミーポ飲んで。あぶね。で、ぬかコーラ飲んで。コーラテと回復するね。よし。これで。よいしょー。こっちするか。でもこう、アイテム構成めちゃくちゃなってるよ、これ。ボスやってんのか、これ。上上がったな。上上がった？ボスも上上がったのかな？あ？どこ行った？どこだ？どこ行った？あ、ボス上行った？上行ったっぽいな。ダメ上がろう。一人やったー。もうないんかな。やるぞ。ほい。お、なんだこれ。全部空ぶったぞ、今。はい。どこいんの、みんな。オッケー。終了。よし。あと、ボス、どこ、ボス。あ、いた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 。ボスいるぞ、これ。え？あ、あれか。いた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 。ボス見つけない。一苦労だ、これは。よし、こっち側行って。どこ行った？あ、いた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 。行きます。はい。終了。で、ボス倒して、これもらって、よし。これで、下降りて、逃げろー。逃げるぜ、俺は。よし。じゃあ、ここの車を使って、ちょっと移動しながら、ちょっと漁るか。なんか今回ね、なんか、ライドザライトニングだっけとか、なんとかキャノンみたいな、なんか名前覚えてないけど、なんかそこら辺のね、アイテムとか武器が追加されて、まあ、だいぶですね、なんかこのアイテムの使い方はどうなのかとかね、っていうのもあると思うので、まあ、ちょっとね、プレイしていきながらやっていきたいと思うんですけど、銃声がするぞ、向こう側で。どこだ？近いね。近いぞ。この建物の中？裏かな？これか。おりゃ、資料。おお、いい M ですね。素晴らしい。特に敵もなし。じゃあ、ブルタルビーチもなんか、あれだね、ブルタルビーチのメダルがめっちゃ上の方にいるから、ここから真反対のところまで行けば、あのメダルが取れると。まあ、あのメダルに関してはね、マジで今シーズン一番最強と思ってるからね、個人的に。最初はね、やっぱ無限の弾が強いんじゃないかなって思ってたんだけど、あの、ニトロ状態がね、強化されてたから、ニトロずっとね、永遠に出していけるからさ、しかもメダルのやつってずっとニトロ状態だから、そう、実質、いるけど、いるけど、待ってよ。一旦これは、一旦逃げよう。一旦逃げましょう。ちょ、車対策に持ってこいのアイテムがあるんだけど、それが欲しいんだよね。出てこないかな。ちょっとここら辺漁りたい。よいしょ。さあ、出てくるかな。
ほい。ないか、ニトロー。ニトロフィスト来た。で、こっちが？フィズはもういらないね。あー、車いるな、これ。車いるぞ。右側に車いるっぽいな、これ。俺、あれが欲しいな。今回復活した、シールドブレーカーが欲しいんだ、俺は。ないな。なかなかシールドブレーカーないな。こんにちは。ははは、華麗にスルスルいってくれね。あ、出た。強いんかな？あ、持ってるぞ。これで。おいおいおい。オッケー。GG。ってことで、撃破。まあ、このなんかキャノンのやつが、車にくっつくから、このくっつきうまく利用すればね、マジ強いみたいなとこあるんですよね、これ。じゃあ、あと向こう側で乗車してる。どこだ？あれか。よいしょ。あるの？で、倒して。キャノン、熱波ゴン、あ、外した。いけ。おやー。オッケー。で、このキャノンも一発胴体100だね。で、ヘッドショットも関係なく、プレイヤーには100ダメージが一律で入るっていうね。まあ、そこそこ強い。まあ、対人にあんま持ってこんかな、これは。ぶっちゃけこれを対人に持ってったとてっていうね、ものなんで、これはもう完全に対人というよりかは、車にくっつけて、車のね、側面とか正面に向かって撃つことによって、相手のね、フロントガラスを割って、さらにダメージをね、お家で入れることができるっていう。まあ、キャノンに関してはそういう使い方かな。あんま対人にはね、使わない方がいいね。対人使ったらマジで、なんかもう、奇跡的に一発当たればいいぐらいの武器やからな、これ。で、どっかいるっぽいな、これ。いるっぽいぞ。どこだ？どこ行った？どこだ？飛んでった？え？謎いな。向こうがいたか。俺、ライトニング使おう。ライトニング使うとこんな感じで、1、2、で、3回目で、パコーンっていけると。え？あれ、いけるか。惜しいな。逃げてったな。あ、待ってよ。めっちゃ重視してる。倒して。え？車来てるけど、俺はあれだな。ライトニングをかけよう。俺で一気に、1、2、あらの？どこにいるんだろう。また逃げてった。ライトニングやばいね。逃げるのに持ってこいだな。車いないかな。なんか車来とったよね、これ。で、これで、どうするか。ライトニングがマジ逃げるには持ってこいだな、これ。逃げるには持ってこいだけど、ライトニングで攻撃あんま考えん方がいいかもな。あ、で、あと一応、なんかこのキャノンが、一応、ノックワークあるんだよね。これ当てたら、当てぶっ飛ぶんだよね、ほら。これ強くね？これぶっ飛ぶ、ほら。これ強いんだよね。ちょっと距離が離れるとね、当たんないかな、これ。OK。終了。さあ、で、ここバンカーあるし、じゃ、バンカーの中からあれが欲しいな。今回復活した、シールド EMP ブレイカー。出てこないかな？これ。出てこないかな？来い。頼む。ない。しかも、ショットガンもちょっと渋い。ショットガンってショットガンないもんね、これ。渋いね。まあ、一応最低限、ドラマガイつけとくか。で、どこにあるか、これ壊せるもないしね。で、このインゴットが、宙に浮くバグは治ったんかな？あ、治ってないわ。いつもだったらね、この下の部分壊すだけでね、一気に全部崩れたんだけど、それがないんだよね。で、メダルの敵が？どこ行った？メダルが、あ、グランドまで行ってんのか。遠いな。グランドとしてはラビッシュのいるぞ、あれ。あ、敵いるわ。やべ、いた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 。危ね
いるな。素晴らしいエム。よし。俺が欲しいメダルがラビッシュガイルっぽいから、一旦これで、一気に移動して、で、こっから、わーって言って、でもこれね、若干硬直状態あるからね、まあ、硬直状態も分かっとかんとかんね、これは。OK、終了。あ、車いるっぽい、これ。やばい、車いるぞ。どっかいるな。どうしよう。あ、これ誰てね。ちょっとこっち側行くか。あ、インピアル、インピアル。インピアルぞ。あ、タイヤ使った。あの車行きたいな。オッケー、よっしゃー。まあこういうことね。車に対してね、シールドブレーカー投げると、車動かなくなるんですよね、これ。これが強い。さあ、ということで、メダル持ちが来てるんでね、これ。EMP 投げるか。はい。オッケー。よっしゃー。イドルフィストいただき。ありがとうございます。マジ、ブレーカー投げるとね、車が止まるんだよね。そう。で、しかも若干シールドダメージも入るんで、マジ、ブレーカーだっけ？このシールドブレーカーが。これマジ持った方がいい。持ってなかったり逆に危なくねってなるよ、これ。で、しかもキャノンくっつければ、ちょっとに、あ、やばい、逃げそう、この敵っていうのも、うまい感じにキャノンでね、引っつきながらも、さらに EMP 投げれたりして、相手の車はね、動作不能にできるんで、マジで強い。さあ、ということですね。メダル持ちがだいぶね、雪山の方に向かってるっぽいので、まあ、あれを取ればね、弾無限にできるから、そこは強い点であるけど、なんとかあのメダル取りに行きたいな。このキャノンのやつがね、弾が無限じゃないから、ちょっと、ね、弾を無限にすればね、気楽に寝てる。ちょ、キャノンのやつの弾が、あれなんだよね。スナイパーの弾か。あ、当たった。偏差読んだら当たるね、これ。なんか思った偏差だったね。一発目が当たったから。多分、思ってる偏差で合ってるね、これ。ということで。さあ。まあ、どうせ多分、あそこの奥のね、敵は、ザライ、何だっけ、ライドザーライティングで、多分逃げるんだろうな、あれは。どこにいる？あ、いるわ。これだな。惜しい、あと一発ある。え？はいはいはい。どこまで行った？あるか。OK。逃がしませんよ。よし。ということですね。まあ、ザ・ライドはね、てかライドのやつは、これ一応ミシックのニトロシスだったらね、ギリ追いかけれちゃうんですよね、これ実は。そう。なんで、ミシックじゃなければ、まあ、使い方次第ではね、逃げ切れるんだけど、まあ、ちゃんと、このニトロフィストのミシックのね、使い方分かってるプレイヤーがいると、まあ、追いかけられてしまう可能性が非常に高いということですね。そう、結構リスクが高いやつかな、これは。さあ、そして、残り6人っぽいね。どこにいるんだろう。あ、そう、一応なんかね、このフォートナイトに、前のアップデートする前まであったね、なんかリロード、勝手にリロードされるバグね。戦闘中に勝手にショットガンがリロードされたりするっていう、まあ一番致命的な、バグがですね、完全に治ったってことですね。ちょっとありがたいね、これ。あと、おそらくニトロ状態の落下も、あれかな、ちゃんと防げてるのかな、これ。あ、いるわ、敵。NPC ついてない、あれ。ロックバック。ロックバック。からの？おりゃー、このジップラインは登らせねえぜ。オッケー。あ、車来てるね。降りた。ミスった。オッケー。車制御不能っすよ、これは。オッケー。
いや、使い方よ。違う、これマジ。車からちょっと降りて、車の遮蔽物として使おうって思っても、結局インピ投げたらだいたい車に当たるからさ、これ。こりゃ。お、素晴らしい。うおい、いいね。そう、結局これインピで、車もね、二次被害食らって運転できなくなるから、マジでこれインピ食らったら終わりだよな、これ。まあ、今の見てもらったらわかる通り、車を運転したら、もう逆にね、そう、車を使って、まあ、縦にしてね、戦おうとしても、まあ、無理っていうことだね、これは。まあ、できるね。いますね。一人やり？はい、終了。ラスト。さあ、ラスト一人はどこだ？あ、そうする。近っ。オッケー。カモン。これで、お、惜しい。外した。ロックマック。いけるぞ、これ。あらの？惜しい。OK! レッツゴー。そう、ノックバックあるからね、すごいこれ落下ダメージも与えるし、アンチが飛ばすこともできるっていうね。まあ、キャノンは本来こういう使い方じゃなくて、まあ、車にくっつけてね、車を逃がさないようにするためのものなので、そう、キャノンくっつけてインピン投げると、まあ、インピンでね、車がフリーズしたりとか、まあ、使えたりするってのもあるので、まあ、今シーズンのこのアップデートはですね、まあ、こんな感じですかね。まあ、ライトニングに関しては完全に逃げるようかな。逃げるようだけども、ニトロフィストのミシック相手には逃げ切れない可能性もあるかなっていう感じなので、まあ、ほんとニトロフィスト超もう扱えるんだったらね、追いかけきれるんですけど、そう、そこは追いかけきれない人だったら、基本的には多分ライトニング逃げ切れるかな。はい、ということですね、今回のアップデートはこんな感じでした。この動画参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、クレーターサポート、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が26キルということで、動画を最後見ていただき、ありがとうございました。